はい、こんにちは。さあ、ゲスト引き続きノックです。お願いします。お願いします。あれは挨拶いいですか？いいよ。せーの、コンコンノックです。気象いいね。え、それは入りたがってんだ。いや、そんなわけないよ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。違うわ。まあ、というわけで、お疲れ様でした、UFO キャッチャー。お疲れ様でした。ちょっといろいろ聞かせてよ、話。まあ、圧勝ということで、俺らの。まあ、いや、ちょっと、まあ、それ圧勝ではないんですけど、あの、俺のスーパーボールやったんですけど。まあ、いいよ、可愛いから。めっちゃ年下やし。いらないでしょ、スーパーボール。いや、俺スーパーボール欲しかったんやけどな、結構。え、絶対捨てるだけ。家にあったらドン引き。俺ポケモンのぬいぐるみ結構あるで、家に枕元にこう並べてたりするんで。え、おいくつですか？俺30歳。あ、でもそんな変わらない。いや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 、10歳違う。 10歳の時にまだ赤ちゃんだから。まあね、年の差10歳引く、やっぱあかんの、そのぬいぐるみとか。うん。そうなの？ポケモン？ポケモン。いや、違う、日本中からお前がそう思われてて。誰が言うてんねん、日本中がお前にそう思っとったやん。なあ、はぁやないよ。いや、そのさ、UFO キャッチのやつあるやん。あれ、改めてやねんけど、友達にプレゼントしたかったやつが、4000使って取れへんかった。で、あ、なんなん、ほんまに泣いちゃった。なんで？悔しくて。そうか。で、諦めたね、4000円で。だってさっき一緒にやってた時は結構諦め早かったよ、判断。うんうんうん。その時はでもガッと言ってもうた。その子が好きな、その大きなキャラクターだったから。彼氏心配やろ。でも、え、何がですか？あ、そんな感じなんや。その、いや、彼女がわーって攻撃されてさ、かわいそうじゃない？いや、だってそのアンチの人たちはその動画のののちしか見てないじゃないですか。はい、うん、俺はもう全てののちを見ています。はいはいはい。1分1秒欠かさず見てます。トイレの中でも一緒に行ってます。トイレ見てるんですよ。トイレ一緒に行くの？まあ、トイレのドアの前ですけど。ああ、いや、でも俺もその何見たけど、いろんな動画、そのあのまんまや、うん、UFO キャッチャー。そうそうそう。いや、もっと叩かれるんだから。その、もっとこうわーってなったら、あの留守、お留守番のやつとかデートしてるやつ。なんで？いや、なんかさ、キモいやん、2人。え、みんな羨ましい、もしかして。ラブラブ。いやいや、いや、これは、いやいや、まあ、羨ましいというか、いや、気持ちはめっちゃ分かんないんで、正直、俺も。うん、そういうのはいいなーって思うけど、うん、いや、でもその、客観的に見たらやっぱり気持ち悪くないか？なんか、こういう運命の人に出会えてることが、きっとみんな羨ましいなって。もう絶対別れない。絶対別れない。もう絶対別れない。絶対別れない。絶対結婚する。一生一緒にいる。うん、俺もそう言ってました。俺もそう言ってた。おい、これで済ますな、俺の人生かけてる。なあ、あ、お揃いのペアリングってことは、それ。これ作りに来ました、1から。1から ?1 から作りました。カン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 。なんか、彫ってんの文字。ちょっと見してよ。2021、これ日付読んでいいの？8月17日、リク&夏希。え？夏希？って書いてるやん。リクアの夏希。誰夏希ってね、誰？いや、こいつが悪い。仲悪くしようとして。ああ、こいつが悪い。そういう作戦か。ちょっと見せて。君のものにしてよ。リクだよ。いや、俺がそれは視聴者に伝えなかった。2021、8月17日。ののち&りょうた。誰、りょうたって。羨ましいんだ、私たちが。そうやって仲悪くしようとしてんだ。汚れるから返して。ありがとう。さ、最近2年記念やった。8月10日。そうです。何お祝いした？沖縄旅行行きました。あ、ずっとどうでもええねん。お前らの話、カップルの。ほんでさ、君なんか向けてるかどうかわからんって言ってたよ。俺マジでそれは教えたるわ。見してみ。いやだ。え、これ使う？誰が見たい、このくだり。いや、俺のファンこんな好きやん。方形なん。それが分かんないんだよ。じゃあ、見たろ。ちょ、マジで、ののち、席やん。マジで見るんですか？俺、めっちゃ方形やん。え、俺、やだ、おしっこしたら。そう、トイレ行きたいんだよね、ずっとね。そう。ね、漏らしちゃったね。
そんなに俺が見た時もう出てもってほしい。いや本当に見ますいいんすか。いや嫌じゃなかった。あ全然いいよ。あ、ま、なんでためで、これ向けんの。ちょっと一回じゃあ分かった。え、通常時向けんの。今こうパッと向けんの。別に、うん、で、ゴッピーしても向けんの。おいで。はい。なるほどな。それでわかるんですか。わかります。火星方形です。ここ病院。あなたね、火星方形です。それは死ぬぐらい。いやいやいや、あの日本人の約6割、7割はもうそれですから、全然大丈夫です。もうほとんどがそう。大丈夫、健康、大丈夫です。安心してください。よかったです。ありがとうございます。パンツ集めない。あとは、アーニャのモノマネできるよ、ののち。あ、いや、嘘嘘。嘘なん。ちょっとやってみて。やだやだやだ。なんで。じゃあ、あのちゃんもにしようかな。あのちゃんのモノマネ、うん、俺レギュラー一緒やから、あのちゃん。うんうんうん。だいぶ仲いいよ。うん。いきます。僕はあんまり粗品のこと面白いと思わない。僕、あんまりなんだよ。ああ。似てない。似てないんだこれ。もっと可愛い、あのちゃん。可愛さでも十分だけど。可愛さショックだな。可愛さ。いや可愛さは負けてないのちゃん。アーニャに、アーニャで。アーニャ似てないって。アーニャやってみて。あのちゃんだと。チチ、ピーナッツ食べます。アーニャ、ピーナッツが好き。似てない。何が足りないですか。可愛さ。顔が可愛くない。もうええわ。一番いいよ。芸人やん。スプーンに映った金太郎とコメント欄で言われたことがある。そんな。いや、そんな、それは言い過ぎやけどな。それかわいそうやな。金太郎で生まれコメラン私。ほんま？そんなことないな。うん、これ金太郎さんがちょっと。わからん。何？あ、こっちじゃないよ。いや、まさかり担いだ方ちゃうで。フライングやったのかな。あー、そこでええやん。かわいい。でも AKB の人なんでしょ。うん。じゃあ、かわいいからいいじゃん。AKB の人じゃないよ、金太郎は。その AKB の人のクソみたいなモノマネしてるやつやから。ちぐ、かわいくはないよ。女性の敵の方が多いんちゃう。それがまた。おう。私、女性人気ピカイチなんですよ。ちょっと、ハットリちゃんちょっと来て。レンデーから。どう陽キャっていうこと。私結構陰キャなんで。そうそう、うん、めちゃくちゃ陰キャです。絶対仲良くなってると思う、クラスにいたら。なってない。あの動画見た？ UFO キャッチャーの4000円の泣いてるやつ。あれどうやった？泣くわけない。いやだから女性の方が割と男は、まあ、ちょっといじりながら何やねんこいつ、いう中にもやっぱ、なんかそそられる部分はあったりなかったりするから、うん、キモいんかい、俺ほんで、こんなフォローしてるフリやで、まだ。でも女性からはやっぱ、そう、まあ、女性もいろいろいるので。そうですよね、はい、マネージャーさん女性ですよね、ノックさんのマネージャーさん、はい、はどうなんですか、キモくないですか。え、私は可愛いと思ってます。あー、なるほどな、まあ二分するわ、うん。今度の人がキモいって言うと思うよ。いや俺はそのこっちの方がキモいなと思って、リクの方。なんで？びっくりなんだけど。いやなんか女の子がそうやって4000円も使ったのに取れへんかって悔しいって泣くのはまだ、あなんか、うん、まあまあまあって思うけど、うん、男性がさ、大丈夫だよみたいな、大丈夫だよみたいな、俺が迎えるみたいな、うん、それがキモくない？え、なんて言うんですか。じゃあ私4000円使っちゃうとごめんね。黙れタコ。こっちがいい。持てないわ、持てないわ。こっちがいい。大丈夫大丈夫。絶対持てないそれ。いや持てるよ。こっちの方がいいよ。あとじゃあこっちの方がええな。はい。今寂しい。まあそうな。黙れタコ。でその勝負しようよ。黙れタコ勝負。違うわ。あの
悔し泣きしてる時の対応書。じゃあ本件まず30秒。はい。じゃあスタート。スタート。ごめんね、4000も使っちゃって。本件や。いらなかった。また来てくれる？もちろん。お前がやりたいから来たんちゃうんかあげ。ほら。そうだけどあげられなかったと思う。お前が欲しいもんやったらまだ我慢してるけど、お前の連れ替えんだもん、どうでもええ、しょうもない。泣くな、嘘泣きすな、お前、きしょいね。もったいなかったね、じゃあ。もったいないもクソもあるかよ。お前が4000円、お前外行って働いてこいよ、お前、日雇いのバイト行ってけよ、お前、それで。何やねん、その顔、きしょい。よし。まあ、こんなもんですわ。お前の意見をって思っちゃった。で、じゃあ。じゃあ元気。めちゃめちゃ美味しそう。なんなん。じゃあ30秒。よーい、スタート。4000円も使っちゃってごめんね。いや、ええよ、全然そんなん。本当こいつ。あんなん。もったいなかった。いや、俺その6000円使うつもりやったから、なんか。本当に2000円浮いたよ。今回ええ飯行こうや、これで。やったありがとう。何食おうかな、2000円で。どうしてな、肉ジョジョ円。ジョジョ円やな。行こうぜ。ありがとう。終了。やば。どんな教育受けてきたんですか。すいません。じゃあ2000円ですよ。無理よ。逆に。そうやって言う気持ちが大事。そう。いい男。誰が一番だった。ありがとうございます。キモいな、こいつ。炎上してます、これでやってたら。TikTok で。ああ。もう一つ炎上してるかも。さらに。ほんまにキモい。2位は2位はどっち？なんで迷うの？ちょっと迷うな。なんで迷うの？なんで？なんで？なんでなん？笑いに変えてくれた。やっぱいじってほしいんだ。泣きやんじゃう、あんな強く言われたら。ああ、さすがにな、うん。こっちの方が恥ずかしいと思っちゃう。この場所、クレーンゲームで泣いてるより怒鳴り散らかしてる方が恥ずかしいっていう。こっちが勝っちゃって。どうかな。なるほどね。うん、まあ今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube チャンネルやってんのやろ。はい。ほらなんかノックって検索して出てくる。ノックって検索して出てきます。ノックカップルで出てきます。あ、ノックカップルね。はい、ノックはひらがな。ひらがなで。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。